ジョナサン・トランブルはアメリカ合衆国の政治家、コネチカット植民地総督とコネチカット州知事を務めた。1710年、トランブルはコネチカット植民地のウォータータウンにおいて、ジョセフ・トランブルとハンナ・ヒグレーの息子として誕生した。トランブルは1727年にハーバード大学を卒業し学志望を取得すると、レバノンのソロモン・ウィリアムズ牧師のもとで進学を学び、 1730年に修士号を取得した。1731年、トランブルはコネチカット植民地で父と共に事業を起こし、翌1732年から本格的な活動を開始した。その一方で、トランブルは1733年から1740年までコネチカット植民地議会議員を務め、1739年から1740年までは、 コネチカット植民地会議長を務めた。また1739年にはコネチカット植民地民兵の中佐に任命された。1735年11月9日、トランブルはジョン・ロビンソン牧師の娘であるヘイス・ロビンソンと結婚した。そしてトランブルには6人の子供が誕生した。ジナンジョナ・サンジュニアは後にアメリカ合衆国会議長やコネチカット州知事を 歴任した。四男ジョンは画家になった。1766年、トランブルはコネチカット植民地副総督に就任した。1769年、総督ウィリアム・ピトキンの死により、トランブルが総督に承認した。1776年、アメリカ独立宣言の採択により、アメリカ合衆国が成立すると、コネチカット植民地はコネチカット州として独立した。 植民地総督を務めていたトランブルは州知事として留任し1784年までその任を務めた。トランブルは1775年にイエール大学から1787年にエディンバラ大学からそれぞれ名誉博士の称号を授与された。1785年トランブルはコネチカット州レバノンで死去した。トランブルの遺体は レバノンの共同墓地に埋葬された。ありがとうございます。